27歳、水商売女です。エフラン大学を卒業後、内定がもらえず、学費返済のため、水で働き始めずズルズこの年になってしまいました。コンプレックスから、受験勉強にあまり東大の赤本を9割解けるようになりました。生物学や神経科学、情報学への興味から、生物・情報科学科に惹かれ、今から東大に行くか、東大院に行くか、かっこ実験や論文書いたことはないです。プログラミングや何かしか劣るのか、このまま水を切り続けたら、なんて言います。どうすればいいと思われますか？えっと、東大と慶応と早稲田を受けてください。<laughs> 大大学学院院は、えー、とちょっっと難しいかもしいい。いかかもれななて赤本解けて向かけ向うわじゃないんですよ。ただあのそれだけ解けるんだったらあのまず普通にいい大学行っちゃってくださいで一回その慶応でも早稲田でも有名大学だよねっていうところ入っちゃえば入った瞬間やめていいっす。であの大卒っていうのと慶応大学入学の両方があればあの慶応に通ってた大卒って言っても嘘じゃないんですよ。 要は、慶応に通ったは事実じゃないですか。あの、1ヶ月で辞めたとしても。で、大卒も事実じゃないですか。なので、あの、慶応に通ってた大卒っていうのが言い張れる状況になるので、なので、あの、とりあえず、あの、有名大学受けちゃってください。はい。